こんにちは。愛子さまが将来の天皇になることを望む声がますます大きくなっている中、紀子さまに関するニュースが再び注目を集めています。特に天皇家と秋篠宮家の間に生じている微妙な距離感や紀子さまの行動に注目が集まっています。今回はこの話題についての記事をいくつか紹介し、詳しく解説していきます。まずは愛子さまと悠仁さまの間で浮き彫りになっている兄弟関係のズレについて、多くの人が覚えているでしょうが、愛子さまの成年行事と悠仁さまの卒業式がなんと同日に行われるという、まさになんでこんなことにという出来事がありました。これをきっかけに両家の関係性がさらに注目されるようになりました。さらに三笠宮家の彬子女王が秋篠宮様に対して何やら警告とも取れる文章を書かれたことが話題に。皇室に詳しいある宮内庁職員の話では、紀子さまは伝統的な日本文化や歴史に深く関わる公務に熱心で、ウェブメディアにコラムまで連載しているそうです。中でも昭和天皇とその兄弟たちの絆の深さに触れながら、過去の皇室の温かな関係を回顧しつつ、現在の皇室への不安を表しているとか。こうした文章を読むと、昭和時代には兄弟たちが頻繁に顔を合わせ、季節の移り変わりや健康を気遣う姿が見られた、まさに絆の深い時代だったんだなぁと感じます。しかし今や秋篠宮様と天皇陛下の関係はどうかというと、少々ぎこちない印象。紀子さまが御所を訪れるのは必要最低限の公務のみで、家族の絆はどこへやら。秋篠宮さまは兄である天皇陛下との関係をもっと深めるべきだという声が出るのも無理はありません。次に愛子さまが天皇に即位する可能性について、国民の期待が高まっている話題です。秋篠宮家は悠仁さまが唯一の皇位継承者としてその責任を背負っているものの、愛子さまに対する国民の支持が圧倒的。これが紀子さまにとって頭の痛い問題の一つとなっているのは想像に難くありません。なぜなら悠仁さまが天皇になるためには国民からの支持が不可欠だからです。秋篠宮さまが兄である天皇陛下を十分に敬っている姿があまり見られないことが、こうした支持を得る上での壁となっているのかもしれません。また紀子さまに対する批判も少なくありません。彼女が家族の絆よりも自分の立場や家族の将来にばかり心を砕いているという見方が広がっています。特に愛子さまの人気が高まる中で、悠仁さまの将来に対する不安が増しているようです。このような状況が続けば、紀子さまの行動や発言が秋篠宮家全体の評価に悪影響を与える可能性が高いと指摘されています。さらに皇位継承問題については、政府の対応にも疑問の声が上がっています。皇族の数が減少している中で議論はほぼ停止状態。どうして議論が進まないのか。それに対しても多くの人が首をかしげていますよね。もう国民の多くが愛子さまを天皇にという意見を支持しているにもかかわらず、なぜこんなにも進展しないのか。興味深いことに、国外では愛子さまを天皇として支持する動きが出てきています。実は秋篠宮家が欧州の王室との交流を事実上拒否されている一方で、愛子さまが欧州の王室関係者たちと非公式なネットワークを築いているというのです。女性王族のネットワークに愛子さまが加わり、将来の王位継承者としての心得や作法についても議論が交わされているとのこと。これはつまり欧州の王室が非公式ながらも愛子さまを日本の天皇として認めているということになります。一方紀子さまは悠仁さまがこのネットワークから排除されていることに強い懸念を抱いていると言われています。彼女は悠仁さまこそが高学歴であり天皇にふさわしいと主張しているそうです。さらに愛子さまをそのネットワークから離脱させるよう強く要請しているとの報道もあります。まさに愛子さま VS 悠仁さまの構図が国民の間でも議論の的となっています。しかし現実的に見れば、愛子さまが天皇に即位することを望む声は日に日に高まっており、これに反対する声は徐々に弱まっている印象です。女性天皇を支持する声が多数派を占める中、皇室典範の改正が議題に上がることを期待している人も多いでしょう。それにもかかわらず、改正に関して積極的に取り組む政治家がいないという現状には疑問が残ります。国民の気持ちはすでに明らかであり、愛子さまの即位を支持する声が圧倒的です。今後の動向に注目です。まずはじめに、国会議員が働いていないんじゃないという風に思えるような状況がますます国民の不満を煽っているようです。
愛子さまが次の天皇になる可能性について議論する人が多いのに、なぜ政府が真剣に取り組まないのかが疑問です。愛子天皇に賛成する声はもう国民の間で十分に聞かれていますが、どうも政治家はそれをスルーしているようですね。昨年の3月に愛子さまが成年の会見を行った後、愛子天皇の話題が再燃したんです。政府がなぜこれを無視しているのか、多くの人が疑問に感じているようです。例えば静岡福祉大学の准教授小田部さんはこう言っています。悠仁さまが生まれる前から私は愛子さまが天皇になるべきだと思っていましたとね。彼のように愛子さまを支持する声が増えていますが、それでも男系にこだわるのはちょっと時代遅れじゃないという意見も多いです。愛子さまの姿勢や行動から国民の間では自然と次は愛子さまでしょというムードが高まっているんですよね。さらに世界の他の国では次々と女性君主が誕生しているので、日本もこの流れに乗ってもいいんじゃないかという声もあります。それでも皇室典範を改正するのは国会の仕事ですからね。自民党の中には男系を支持する勢力が多いので、これは簡単なことじゃないかもしれませんが、理論的には愛子天皇は全然あり得る話なんです。今の憲法には天皇の性別については一言も書かれていません。つまり女性が天皇になること自体は法律的に問題ないんです。ただ皇室典範を改正しないといけないという点では、やはり国会の議決が必要になってきますね。小田部さんは手続き的にはそんなに難しいことじゃないと言っていますが、政治の動きが鈍いとどうしても時間がかかりますよね。一方で愛子さまの将来に関しては宮内庁の意向も絡んでいるようです。特に愛子天皇待望論が広まることを宮内庁が警戒しているという話もあります。つまり愛子さまが国民の前に出てくることで、ますますその声が大きくなることを恐れているんじゃないかと推測されています。まあこれが本当ならちょっと悲しい話ですよね。愛子さまが公務や外出の際に見せる堂々としたお姿が増えるたびに、国民の支持も右肩上がりに強まることは明白でしょう。成人行事や会見の際の立ち振る舞いを見てもそれは確実です。しかしその一方で悠仁さまの存在感が相対的に薄れてしまうのも避けられません。この状況が進行すると、将来の天皇にふさわしいのは愛子さまか悠仁さまかというデリケートな議論が巻き起こるリスクも高まります。こうした論争で国民や皇室が分裂することは避けたいと考えているのは陛下も雅子さまも同じでしょう。だからこそ愛子さまの登場機会が極端に少ないのではないでしょうか。また愛子さまを公務から遠ざける背後には、どうやら上皇后美智子さまの影響もあるのではないかとささやかれています。学習院での対面授業が再開された頃から、美智子さまが急に愛子さまと頻繁に連絡を取るようになったという報道もありました。新型感染症にかかり両陛下に影響を与える可能性を何度もしつこいほど注意されたとも言われています。平成時代に圧倒的な影響力を誇っていた美智子さまの言葉となれば、愛子さまにとってはまさに強制力に等しいものだったのでしょう。結果的に愛子さまは外出を控えることを美智子さまから強要される形となり、宮内庁の職員たちの間ではまるで幽閉だと不満が漏れているとも聞きます。表向きには皇室の伝統や秩序を守るためということですが、実際には愛子さまの魅力を封じ込めて悠仁さまの即位を確実にしたいというのが真の狙いかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。